言うじゃない。ちょっと撮影楽しいですか？楽しい。はい、3秒前、3、2。こんにちは。たっちゃんです。なっちゃんです。 DMC 天童温泉の山形芋ので飲む出羽桜テイスティングツアーに行ってきます。行ってきます。せーの、レッツゴー。はい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 、レッツゴー言った。そうね、そうね、レッツゴー合わせようか。めっちゃすごいね。緊張した。もうなっちゃんがスラスラ言うと緊張してくるわ。ちょっとゆっくりやんで、ね、YouTube。こんにちは、たっちゃんです。なっちゃんです。 DMC 天童温泉の山形芋ので飲む出羽桜テイスティングツアーに行ってきます。行ってきます。あの世界中で愛される出羽桜の日本酒を山形芋ので飲む体験ができる1日1組限定のツアーなんだって。すごい、日本酒マジで大好きだから楽しみねえ、うん、行くよ、たちゃん。せーの、レッツゴー。はい、イエス。素晴らしいんじゃないですか。間違いない。たちゃん、よかった、すごくよかった。めっちゃ緊張する。めっちゃ雰囲気良くない？ね。あっち撮影してるから。プロだ。ね。我々も中を探索しよう。うん。出たー。マジここの店舗のこのお店にこれを買いに来てた。世界一だったよ。世界最高のチャンチャンの酒だけタイにあったんかな、やっぱり。私のタイ1年目の誕生日プレゼントは一路でした。タイでも買えるよね。3300円が8000円ぐらいしました。間違いない。めっちゃ高かったよあれ。それでも飲みたかったな。雪まんまんも聞いたことあるか。雪まんまんさん、さっきすごいこれ大量買いしてる人いた。マジで、すごい3箱買いしてるし、あれさ、多分雪まんまんどうぞ。めっちゃ高いやん。確かに値段もするんだ。すぐに飲める、冷やしたタイプの音だよ。私のめっちゃ好きな甘酒、もう普通の、ね、甘酒好きなんだけどさ、フルーツフレーバーがあるらしい。甘酒これからここ2人座ってもらって、ちょっとで、はい、通常のツアー通りに行くんですけど、はい、お酒のあてになるつまみ出させてもらうのと、あと日本酒で、わざから、ね、3種類3種類も飲めんだから。この度はツアーのご参加ありがとうございます。出羽桜のお酒を山形の、俺が山岡の湯あ、工芸品か、湯じゃない。ちょっとやばくない、ね、これさ、湯芸品っていうのが好きでしょ今。工芸品ね、の芋ので楽しんでください。限定のこれ、亀の飲みたい。こちら亀の限定ね。超って書いてある。超限定だって。あー、どうぞ。県内でも10店舗限定です。乾杯。おお、甘い。甘くてうまいね。うん、飲みやすいね。これ女子も好き、うん、男性も好き、うん、みんな好き。撮影して結構酔っ払った後に今やってるから、あのすごく陽気ですいませんね。陽気でしょ今私、やばい。また改めて動画、美味しいね。どれも美味しい。比べることで違いが分かるのがすごい。なんか甘みがめっちゃ強いよね。
ガーンってくるの最初から、うんうん、お米のね、うまみと、うん、これ17度あるんですよ。甘みもありますかね。え、これ味がもうめっちゃ濃い、ガーンってくる、うんうん、おー、さっちゃん分かったやん。後味でこう香る。撮影楽しいですか？楽しいYouTube でなんか練習しとったっけ。いやね、 YouTube がいい練習になったね。いつも指導しっかり入れされて。でも全然見てる方と実際やるの全然違いますよ。全然違います。本当だ。緊張しちゃいましたもん。すごいなと思います。でもいつも通りやってるから YouTube で一緒ですごいなって。おお、なっちゃんの株が上がりましたか。よかったですここでしか買えないですからね。ちょっと番外編、たっちゃんリクエスト。生酒もらったの？おお、よかったね。ちょっとシュワシュワしてて。静かになってる。で、残しといてよ。さっきのよりちょっと辛口。あ、そうなんだ。貸して、貸して。あ、もう全然違うやん。ああ、もっとすっきりだ。でもここに行くときに甘いんかなって思うぐらいさ。香りはするよね。香りが強い、これは。うまっ。楽しい。飲み比べ楽しい。お土産。え、お土産好き。パークリングもあんじゃん。やばいね。はい、1本ずつ。やったー。はい、感謝を。美味しかった。やばかったな、お酒。大丈夫。でいきますよ。こちらは鉄瓶で沸かした白湯とよくあるポットで沸かした白湯の飲み比べをします。ここだけ決めで、それ以外はお任せします。はい、3秒前、3、2。こちらでは鉄瓶で沸かした白湯とよくあるポットで沸かした白湯の飲み比べをします。はい、どう？わかるかな。わかるか今ね、2つ用意してもらってるんだけど、まず白湯からいく。お湯の味、お湯の飲み比べってあんましたことない、うん、いただきます。美味しいよ、うん、はい、次、透明なやつ。え、違う。え、分かんないけど違う。いや、違うのは分かる。全然違う。いや、全然違うよ。せーので言う？分かった、うん、これ多分分かった。いや、分かんない。ヒントが欲しい。味がなくなるのか、めっちゃマイルドな方ある。味がなくなるのか、味がめあるのか。一回行くの？いいよ。指差してみていいですか、一回。ちゃんと合わせてよ。合わせてよ。こんなんダメ。せーの、透明な味。嘘。違う。ねえ、分かれたじゃん。マイルドな、味がマイルドな方が鉄瓶なんです。マイルドな方がこっち。まろやかな感じ。そうか。こっちの方が、もうここに当てた瞬間味が違った。確かに。家族全部取れてる。分かってきたかも。まあ正解聞いてないもんね。確かに。せーの、こっち。おお。こっちはどう？正解聞いてみましょう。すみません。正解は。
あぶねえ。もう最初に白と黒、白と黒ぐらい。いや味は全然違う、本当に角がないお水になった。水道のお水なんで違う。なんで変わらない味が変わるんだ。同じ水でこんな変わるんですか、ね。はい、ありがとうございます。いやいやいや、全然いいです。ナチュラルで、ナチュラルでいい。すごくよかった。それが本当です。それよくやっぱ角が取れるとか、まろやかとかって、うん、鉄の味がするんかなって思っちゃった。あー、だけ味するポイントした方が。鉄の味をしないんだね、うん、しないよね、うん、面白い。素晴らしい。その感想が一番素晴らしい。最後に、はい、これ見て、さっきのかわいい眉、うん、お酒を入れて飲んだりするこの眉が、うん、このツアーに参加した人は好きな色をね選んで特別価格で買えるんだ、うん、県外からも買いに来てる人いるみたいだよ。すごいね、うん、これにてツアーが終了かな。はい、お疲れ様。お疲れ様でした。どうでしたかツアーは。めっちゃ楽しかったよね。え、でもまだ知らないさ、山形の文化があってさ、うんうんうん、山形芋物のこういう専門店とかは行ったことがなかったもんね、うん、2年住んでたけど。めっちゃ近く住んでたけどね。え、やっぱツアーに参加していいものをこうよく知った人たちと回れるっていうのはすごくいいことだ。そうね、うん、なんかやっぱ深く知るの面白い。面白い。またいろんなツアーがあったらレポしていきたいと思います、うん、はい、ということで今日はここまでです。それでは皆さん、また来週。完成したね、あの動画も見てね。